さあ、まずは販路開拓3つの方法ですね。はい、これ見てください。販路開拓3つの方法、1ナンパ、2お見合い、3紹介。もうどんどんなんかふざけてきたなと思われるかもしれないんですけども、要は販路開拓って、まあ、いわゆるマッチングなんですよね。マッチングだから、買いたい人と売りたい人がきれいくマッチングされたならば商談成立なわけですよ。でもこれってもう男と女、もうまさしくそうなんですよ。男と女、ちょっと山下ちょっと彼女紹介してくれよって言われる人がいる。もう紹介してもいいけどっていうふうに、3番目の紹介とか、あんたもそろそろ結婚しなさいよって、まあ今はあんまりないかもしれないけどお見合い、まあ、合コンももうお見合いですよね。で1番目ナンパ、ねえねえ彼女、まあ、今ナンパする人とかいるのかな、まあ、どんなふうに声かけるのかちょっと分かんないけど、まあ、ナンパ、うん、これ全く余談でもどうでもいい話なんですけど、僕はあの農業大学校って言ってが熊本にある農業大学に行ってたんです。で寮なんです。寮生活で、寮生活でもう今でこそ個室になってるんだけど、農大にいたのがもう30何年前、もう32、3年前ですごい古い話なんだけど、もう先輩と後輩のも同じ部屋なわけ。でも夜することがないから酒飲むか、まあ、どっか遊び行くかなんだけど、農大の近くにある看護師さんがの何て言うのね、住み込みで働く看護学校があったわけで、お山下とあそこの何とかという看護学校に行ってこいと。はい、何すればいいですか、うん、とにかくあの誰があの、女の子と連れてこいと。女の子連れてこいってどうするんですか、いいから行ってこいとって言って行かされるわけですよ。で行ってあの寮に行って、ここからがねもうむちゃくちゃのことさせられてたんですよ。とにかくあの「よしこさんいらっしゃいますか」って、「もういいから適当に名前言って、よしこさんいらっしゃいますか」って言ったら、「どのよしこさんですか」って、坂本よしこさんですか、田中よしこさんですか、あの田中の方で」って、大体よしこさんっていうと 何人かいるんですよ、大体いるんですよ、うん、そしたら見たこともない田中よしこさんが来るんですよ。でそこで話をつけて、次飲みに行く約束をつけてこいっていう、こんなミッションあります？むちゃくちゃでしょ、うん、で、ここで当然のことだから、何しに来たんですか、あなたは誰ですかっていう、もう矢が飛んでくるわけですよ。でいやいやもう結構ですが帰る。でまた次行く、ね、そこで先輩がね、先輩厳しかったよね俺に、いいか山下と、お前はねあの相手にね好きを与えすぎとると、その人が絶対その誘いに乗らなければいけないようなところまで、話をしてこいっていう、もうそれこそ営業トークをこっちで刷り込まれるわけよ。こっちで営業トーク刷り込まれて、そこで俺派遣されて営業して、あの女性をゲットしてこなければいけないっていう、もうむちゃくちゃなことをもう教えられたり、もう先輩と街歩いてたら、山下さんあの前目の前にあるの3人組声かけてこいって、もうむちゃくちゃなことさせられるわけですよ。でむちゃくちゃどうもそこで行って、ってこうもじもじしながら声かけると、またうんこうやってまたそこで教育が始まるわけっていうように、あのナンパっていうのはね、まあ、男性しかいないから言える話だけど、とにかく学生時代にあの訓練させられました。訓練をね、うん、でも基本的にナンパしたところで、よっぽどのことがない限り商談は成立しません。よっぽどのただ度胸だけはつきました、うん、で結果今、自分の野菜を持って、例えばうどん屋さんにねネギ持って、古賀と申しますけどネギいかがですかって営業するのもいいけど、まあ、よっぽどのことがないか、ああもう結構です、うちも取引業者決まってますからっていうので、これあのキャンセルになります、はい、そこで販路開拓するときにやっぱり一番やっぱり強いのがこのお見合いと紹介ですよね。お見合いと紹介、このお見合いっていうのは何かというと、いわゆる商談会って言ってね、マッチングフェアなんていうのがあの全国でやってます、まあ、ただ残念ながら今コロナ禍でそのマッチングフェアが全部オンラインになったり中止されてるもんですから、なかなか、うまくいきませんが、もう正直言うとこのお見合いこそなんていうのかな、商談成立確率がほとんど高いです。なぜかというと、お見合いって売りたい人が集まってるわけでしょ、いわゆる生産者がバーッと集まってるわけです。で買いたい人が来るわけですから、もう買いたい人と売りたい人の温度が大体合うわけですよね。だからほぼほぼ決まります、商談会は、うん、そして3つ目の紹介、3つ目の紹介はですね、これも決まるんですがね、
例えば上室さんとかにちょっと女の子紹介してよって言って、いや山下お前に紹介してもいいけどお前失礼なことするなよっていうふうに紹介してもらうと、やっぱ紹介してもらった人を立てたりしなきゃいけないので、決まるは決まるんだけどちょっとそこは、やりにくかったりもします。うん、だから人の紹介で従業員を入れたらなかなか辞めさせにくいとかね、そういうのもあるんで、一番ドライで一番商談が決まりやすいのはこの真ん中のお見合いです。はい、ということでナンパっていうのは基本的に飛び込み営業になります。で2段目が商談、そして、紹介っていうのもこの業界とつながる必要もありますしね。でいずれにしろこの3つをやったところで、必ずやらなければいけないことっていうのがあるんですね。でその必ずやらなければいけないことっていうのが、いわゆる自分の情報を持つということ。先ほどは価格決定の話もしましたけど、自分の情報を持つこと。例えばお見合いに行くときにはこういう本があって、一応プロフィールとその人の顔写真があったり、ちょっと古いけど今時そんなのないかもしれないけど、お見合いサイトとかではいまだにこっち側にプロフィールが書いてあって、こっち側に写真があって、年収がどのくらいで、今度はこっち側には女性のプロフィールがあって、でこの商談会でも実はそうなんです。商談会に出るとこちら生産者側にはバイヤー側の情報がこう来るわけ、データで、あ、株式会社なんとか食品とか株式会社なんとかカンパニーとかいうデータがこうやって来るわけで、それ見てからへえこういった業者が来るんだって。で今度はこっち側の農家の情報も相手のバイヤーには届きます。株式会社山下農園とか平川農園とか、上室農園とか、そういうのがデータがこうやって、ああかぼちゃ作ってらっしゃるんだとか、あ人参作ってらっしゃるんだ、あこういう人が来るんだっていう、あらかじめ情報が情報が来て、それを見て実際、商談会の日にもうバイヤーがここにブースを自分が作ってるんですよね。そのブースのところに株式会社なんとかと申しますけどってこうブースにこう来てくださる。でこっちはあいらっしゃいませと、株式会社山下農園の山下でございます、あうちの商品はこちらでございますなんて言って、そこでこう話ができるわけ。もうほぼほぼ一番効率がいい、このお見合いは一番効率がいい。最近はね男性と女性ではもうお見合いっていうよりももう合コンだったりします。これもね、全然どうでもいい話ですけど、私は私の奥さんと出会ったのはやっぱり合コンでした。合コンで、で大体なんか3人と3人ぐらいで飲みますよね。で大体この人とこの人が知り合いで、あと3人友達連れてきて、あと3人友達連れてきてなんて、でそういう合コンがあって、意気投合して、結果、付き合うことになって、でそれから、結婚することになって、今日に至るんですけど、もう何て言うの、商談会で出会った人ともうかれこれ25年私いますからね25年取引してますからね、何の取引か分かんないけど、そういう人生を送ってると。でも一方で私もお客さんね、野菜を卸してるお客さんとも、もう30歳ぐらいの時だからもう20年ぐらいお付き合いしているような取引先もやっぱりあります。やっぱり、取引先さんと長く続くのはね、やっぱ持ちつ持たれつの関係でもあるんですけど、販路開拓する時にはこういう3つ、でこのナンパする時にはナンパするときに名刺配るやつなかなかいないんだけど、飛び込み営業するときはやっぱりじゃあとりあえずお忙しそうなんで名刺だけ置いときますねなんて言って、名刺はもう必ず必須になります。ただこの商談会とか、紹介されるときに、例えばじゃあ平川さんが山下さんちょっとピーマン売ってくださいよ、どっか紹介してくださいよって言ったら、いや紹介するのは構わないけど今僕が知ってるのは平川さんっていうことしか知らないから、どこでピーマン作ってんの、どのくらいできるのっていうふうな、ちょっとデータもうちょっとちょうだいと、ちょっともうちょっとデータもらわないとこっち側の人にちょっと俺ピーマン作ってる人知ってるんですけどどうですかって言ったら、いやどうですかって言われてもそのピーマン何このワンダーピーマン系なの、この恐竜豊かみたいなこの果肉の薄いやつの、もうとにかく情報がないと紹介しようにも紹介できませんよね。ということで販路開拓する時の必須アイテムというのはこれなんです。商品取引情報というこのデータがとにかく必要になります。